I'm back here in Tokyo asking people, what are you wearing? I know you guys love this series, so if you guys keep liking this video, I'm gonna keep asking people about their fashion in Tokyo. And now let's go find some runway worthy fits. Let's go. じゃあ、はい、今日上から下までちょっと服装教えてください、はい、上が古着で、はい、タートルがユニクロで、あ、ユニクロなんですね。ユニクロなんです、はい、意外ですね、はい、なんでこれも古着で、多分これ着物やったやつを多分リメイクされてて、和歌山のなんかもう壊れかけの古着屋みたいな、はいはいはい、そこでレトロな、レトロな、あ、そうなんですね。でこれは呉服屋さん、着物屋さんで、あ、着物屋さん、これがあれなんですよ、はい、帯締めを首に巻いてます。これも古着ですね、はい、これはちょっとお高めな着物屋さんで買わせて、これも着物屋さんなんですね。そうです。で結構着物が好きなんですか。着物大好きです。靴はもうなんかそこら辺で、はい、そこら辺で買いました。そこら辺でブランドわかりますか。わかんないですあんまブランドもないんですよ、直感で、はい、あ、直感で買うんですね、はい、テーマ、はい、わーやけどよ、海外セレブか、はいはいはい、メイクアップとかもどういう感じでなんかイメージしてやってるんですか。感覚、極端、フィーリングで、あ、フィーリングでやってるんですか。結構フィーリング、そうなんですね。きっかけ、なんか神社とかも好きで、はい、なんかそこら辺行ったらなんかこういうのいいやみたいな、あ、じゃあその神社行って、うん、あのインスピレーションもらって、インスピレーション、そうです、インスピレーションもらって感じるなみたいなもう自分の個性って感じです。あ、めちゃめちゃ出てます。ありがとうございますつけてるアイテムで一番高いのってどれですか。え、これカバン、でも3万4万ぐらい、馬の毛みたいな、馬の毛でできてるんですか。馬の毛でもあれなんですよ、全然硬いですよ。わ、ちゃんとしてる。え、でもこれガチで、はい、ええやつです。ええやつなんですね、はい、最近買ったんです、ブレンスヤガです。おー、バレンスヤガ、あれブレンスヤガ、あ、使ってますねブランドファッションとか自信持ってる人とかたくさんいると思うんですけど、そうですね、そういう人たちに対してのアドバイスとかってあったりしますかね、うん、かっこいい服着たら、はい、なんかモチベーションとかも上がるじゃないですか。上がりますね。だからやっぱね、そういうの着てたらだんだん自信つくから、着たい服着てこうって感じですね、はい、着てこうっすね、着てこうっすね。今はもう自信に溢れてると。そうです、もう歩いててもどこでもランウェイやと思う。どこでもランウェイめちゃくちゃそのメンタリティーですわお前、りょうやって言います。りょうやさん、じゃあちょっと上から下までちょっと紹介いいっすか、ファッション。はい、じゃあまずグッチのイヤリングと、え、これって耳の形っすか。耳の形の上と下で作るんです。面白いっすね。もう帝王人の耳向けに作ったらしいから、小さい作りらしくて、はいはい、でもまあ紙で隠れてるんでカバーしてます。ジャケットとシャツが古着で、はい、で、まあ、ちょっと隠れてるんですけど、ベストがジャンポール・ゴルチェの、なんだろう、歯のベストで、ネクタイがこれも古着なんですけど、はい、伊坂芳太郎さんっていうイラストレーターのネクタイらしくて、はい、フリマアプリで偶然買ったらめちゃめちゃでかいのが届いて、うん、この結構、まあ、運が良かったっていう、はい、でベルトが古着です、はい、であとリングは、はい、まあ、これ以外グッチです。あ、これ以外全部グッチなんですか。え、結構グッチ好きなんですか。あ、そうです、そうです。今日のテーマがグッチと、グッチってよりは、はい、まあ、ラグジュアリースタイルで、うん、まあ、ブランドもちょっと統一感出していこうみたいな感じで、はい、全部古着です。グッチ自体も、ズボンも古着です、はい、これすごいな、これ全部古着に見えないですもんあと靴はこれドクターマーチンです。全部緑です。珍しいですよね。僕もこれちょっとそれを、はい、きっかけに買いました。でバッグが、はい、イヴ・サンローランの古着のカバンです。あ、これも古着、はい、茶色と緑のドレススタイルでまとめて、はい、でパンチも欲しいからこういう裏に仕込ませたり、はいはい、まあ、こうよく見たら異様なとこがあるよっていう、ちょっと尖りも入れました。尖りも入れて、きっかけってなんですか、はい、このファッションに。高校2年生の頃に、はい、そのスマートフォンとかあるじゃないですか、はい、でそれでみんながその手軽にファッション見れる時代になったから、はい、めっちゃ興味なかったんですけども、ルイ・ヴィトンとユニクロしか知らないみたいなレベルだったんですけどまあ、なんか嫌でも見るようになるじゃないですか、はい、でそれきっかけでなんか服っていいなと思って好きになりましたっていうオンラインゲームとかそういうのやってたんですけど、はい、僕そういうゲームって大体決まって着せ替えとかあるじゃないですか、はい、こう、はい、そういうのを若い頃にやってて見てたから、はい、多分なんかこういう自由度の高い、多少耳金色でも大丈夫でしょみたいな装飾感が出たのかなと思います。当日こうパパパって適当に合わせて完成してます、スタイリングが。これ今つけてるアイテムで一番高級なアイテムってどうですか、はい、これですね。やっぱ耳です、まあ、高いっちゃ高いんですけど、はい、普通に5万とか耳に5万は高いですよ確かにファッションとかに自信ない人ってたくさんいると思うんですけど、はい、そういう人たちに対してなんかアドバイスとかってあったりしますかね。高校生の時とかに急に坊主になったりとかする人いるじゃないですか。いますね、はいはい、ああいう人って1日目2日目とかすごいバカにされてでも1ヶ月目ぐらいとかでもむしろ前の髪型を覚えてないぐらいの印象にはなってるんですよ、はいはい、でそれと一緒でファッションもなんか、うん、オールブラックとかになったら、まあ、印象になかったらいじられると思うんですけど、うん、まあ、結局1ヶ月後とかになったら忘れてるわけで、そういう死んだらもうファッション楽しめないんで、楽しめないですよね。自分優位の思考でファッションは着た方が僕はいいと思います。い
Yo, what's that in your hand? Oh, this one. We just launched accessories made out of tatami. Recently, we came across a fourth generation tatami master in the countryside of Japan, and they've been making tatami for nearly 100 years. However, because people in Japan are switching away from using tatami at home, he wanted to find ways tatami could still be appreciated. So when we went to his factory, we got to learn more about tatami, and we came up with original products together, incorporating tatami. Together, we came up with these limited edition Sakura-themed card holders, coin pouches, zip wallets, phone cases, and tatami Air Forces. And we just launched. We can't wait for you to see these in person. Tatami accessories are now available all around the world at Ohako JP, so check out the link in bio. え、今日ちょっとめちゃくちゃおしゃれなんで、ありがとうございます。今日何着てるかちょっといいですか？上から下までちょっと、うん、今日は運動の服、はい、今日自転車から、あ、これ自分の自転車なんですか、うん、おう、そう、これのちょっとワーカーマンのブランドですよね、うん、安くてでも丈夫、はい、風守るために、風守るためにですもんね、そうね、はいはい、これはオークリーの自転車の、オークリー、そうね、オークリーの自転車の、あ、サングラス、はいはい、これはグッチのパンツ、 グッチパンツ、 オッケーオッケー、 トーラ、いろいろいろのトーラ、 今多分この後代々木公園行ってバスケットボールしてから、 おー、バスケ、 今バスケの靴、 レブロン、 レブロン、 グラミー、 レブロン、 2015年の Kind of cook, but 高橋ムラカミの、あ、村上、高橋村上、オッケーオッケー、後ろもちょっと、後ろも、おー、オッケーオッケー、オッケーオッケー、チェーンは、チェーンはちょっと今日ちょっとタイトけどね、これは、Is this real? 本物だよ、本物、オッケーオッケー、What's the most expensive item that you have on right now? これ高かった、え、これいくらぐらいしました？あ、I don't know、あ、なな、You gotta、You gotta、I don't know、Is that 100万以上？100万以上しました、 OK OK、 結構毎日着てる、特に日本で、日本のすごく安全から、うん、え、じゃあその服のインスピレーションってどっからもらってますか？好きな何か、お、これ好き、これ好き、うん、今ちょっと運動してるから、まあ運動してる、今プラクティカルな感じ、うん、これ動きやすい、動きやすい、え、とかグッチのパンツでバスケをする、うん、グッチから丈夫、はい、Yeah, you're well made, you know, well made, OK OK、yeah. アメリカのファッションと日本のファッションの一番の違いって何ですか？日本で人はもうちょっとおしゃれから、日本で、うん、人もっとよく見てる、例えばその人は あそこで結構あれね、おしゃれ、みんなの人は結構いい服着てる、はいはいはい、着てる人が多い、 People appreciate good fashion、yeah. Right, right, but you stood out, like, you stood out、Thanks man, appreciate、okay. it今日のファッション、上から下までちょっと紹介してもらっていいですか？トップスがジャケットになってて、はい、ジーンズがそのまま2本くっついてます。え、これでジーンズなんすか？そうですね、ジーンズがそのままくっついてて、はい、こういうところに形状記憶させるもので、はい、まあ、丸みを持たせて、ネックレスがキッズサイズのパンツ、これがバッグになってて、はい、あ、これ携帯とかいろいろ入ってるんですね。そうです、いろいろ入ってますね。今日はジーンズ多めできました。え、ジーンズ何着今あれつけてますか？1、2、はい、ここもともとが3着目と、はい、4、5、6、バックが7、1、はい、2着、9個ついてます。はいはい、ベルトもそうです、ベルトが7本くっついてて、ここに1本と、はい、あともともとつけてるベルトで、うん、こっちも9本、ジーンズ9本プラスベルトも9、ベルトも9本初めて見ましたよ。え、じゃあこれって全部自分で作った感じですか？そうですね、今日全身自分で作ってます。このジーンズも、え、これって引きずってるんですか？引きずってます。なんか A ラインシルエットが大好きで、あ、はい、裾が広がるように作ってて、はい、この丸みを持たせて歩く時も引きずってる感じなんですね。引きずりながら歩きます。引きずりながら歩くこれは子供用のジャケットなんですけど、はい、これは結構お気に入りで、これそのまま頭から、はい、頭から外れてここに目があるんで、うわー、ちょっと待って、セットアップになって、これセットアップになるんですね。そうです、ここでジャケットでセットアップになります。こんなに斬新なスタイル見たの初めてですハマってるのがキッズサイズのものとこういう錯覚系を使って服を作るっていうことにハマってて、はいはいはい、ちなみにこれって作るのにどれくらいかかるんですか、この今のスタイルって？まあ5時間6時間か結構かかりますね。じゃあ今一番お気に入りのアイテムってどれですか？やっぱこのパンツですかね。そのたまり方というか広がりというかが大好きで、はい、アドバイスとかあったりしますかね？自分もファッションをきっかけに、はい、その人生が変わったんですよ。もともとあんまり派手な人間じゃなくて、はい、自分を主張したいけど、はい、主張しきれないことが多くて、でそこで出会ったファッションっていうのが、はい、いかに見せれるかも全て自由なんで、はい、ファッション服を着るだけで、はい、
まあ、自分を表現できるんで、人の目とかは本当、まあ、最初は気になるだろうけど、そうっすよね、やっぱ慣れていくうちに、まあ、気にならないで、まあ、自分をどんどん出せると思うんで、はい、もうぜひ派手なものを、派手なものを自分の好きなものを着てもらって、はい、right, Jesse, you've made about like what, five of these videos? Yeah, five. Where does that rank in all of those outfits? Probably number one. I thought the last video was the best one ever, but the video that we filmed today and the guy that was wearing a custom made hat made out of jeans. I mean, how many pairs of jeans was he wearing? 9 pairs. I think the fact that he only made that within 5 hours too is impressive. I think he's got a bright future ahead of him. Yeah, let's go see who else has got crazy fits. Yeah, let's go. お名前の方からちょっとお願いします。はい、トーイです。トーイさん、はい、上から下までちょっとファッションをお願いします、はい、紹介。ジャケットがヨウジヤマモト、ベストがアンドゥムルメステールっていう、アンドゥルメステール、はい、ロングジレです、はいはい、でガウンがドレスド&ドレスドっていうブランドのもので、はい、結構なんか、はい、わって感じですね。そうですね、ペイズリー柄で結構ちょっと見えにくいんですけど、この白と黒やっぱりめちゃくちゃいいですね、コントラストは、はい、はい、めちゃめちゃ好きな合わせ方ですね、はい、インナーがヨウジヤマモトで、パンツがクジャクってブランドと、はい、ビシュールってブランドブランドのコラボレーションのアイテムで、はい、ブーツがランダムアイデンティティっていうブランドの、これ、はい、本当にこれランダムですね、はい、これがランダムです、はい、これランダム財布とか入れることできるんですか。いや入るんですけど足しか入れない、足しか入れないですね、はい、バッグがコーネリアンタウラスっていう、はいはい、日本の職人さんのブランドですね。中身は全然入んないんですけど、あそこまで入らないけど、でもおしゃれなんで、アクセサリーですね。リングがトムウッド、はい、トムウッドで、バングルがビタフェデっていうブランドのバングルです、はいはい、あとこれがこれハートです、ハートになるんですよ、ハートになるんですね、くっつけたら、はい、MM6 で、まあ、マルジェラさんの、はい、リングですね、はい、ブレスレットがドレスド&レスドっていうミラーウォッチ、鏡です、はい、初めて見ますね、時計型の、はい、ブレスレット、時間は僕の顔しか見えないです、はい、この中で一番高級なアイテムってどれですか。このアンドゥムルメステールっていうブランドの17万ぐらい、はい、トータルだと66万円ぐらい、食費と、はい、まあ、生活費と洋服のみ、はい、ファッションの方が家賃より高いですか、その毎月多分倍以上毎月赤字になりながらっていう、毎月赤字になりながら、はい、今日のファッションのインスピレーション自体は、はい、海外のコレクションとかを見させていただいて、うん、自分がモノトーンが好きなので、はい、結構モノトーンを基調とされたブランドさんのルックを見て、はい、そこからインスピレーションを受けて、で自分にこう自分が持ってるアイテムで組み合わせていくって感じです、うん、はい、今日はあの夜飲みにちょっと出かけるので、あ飲みに行きますね、はい、まあ、ジャケット、はい、とロング丈を自分が着ることが多いので、はい、もうロング丈のレイヤードをして、はい、シルエットも A ラインシルエットが多いので、はい、もうパンツもワイドパンツで合わせて、足元はスキニーブーツでっていう感じです。スキニーブーツで、はい、これブーツ結構身長盛りますよね。そうですね、ヒールが多分9センチぐらいあるんで、今多分191センチぐらい、あそれは女の子に持ってるわ、はい、ファッションとかに全然、はい、あの自信を持てない人がたくさんいると思うんですけど、はいはい、そういう人たちに向けてなんかメッセージとかってあったりしますかね、はい、僕もそうなんですけど、はい、自分に似合うものをまず探して、はいはい、でその中で着たいものを選ぶと、うん、もう似合うし着たいしでこう結構いいかなと思います、うん、大事ですね、はい、自分がやっぱ好きなアイテムを着こなすっていうのは、はい、Could you guys imagine that guy spent 6K on his fit?I won't be able to spend that much money because like, I'd rather spend it on like, buying a new car or traveling outside Japan like Thailand, Singapore, wherever. But hey, his fit was crazy though. I won't be able to pull it off, so you know, I'll need someone to help me with my style. How would you guys spend 6K on? Let me know.